産業廃棄物業の資格なし、カレーハウスここ一番屋の廃棄カツの不正転売認める、産廃処理業者を捜索。カレーハウスここ一番屋を展開する一番屋、愛知県一宮市が廃棄した冷凍ビーフカツの不正転売事件で、愛知県警は14日夜、転売元の産業廃棄物処理会社、大光、同県稲沢市や関係先数カ所を廃棄物処理法違反の疑いで捜索した。転売先と判明した麺類製造業、みのりフーズ、岐阜県羽島市から関係資料の提出も受け、転売の経緯や流通経路の解明を進める。愛知県などによると、一番屋は昨年10月、樹脂型が製造工程で混入した可能性のある活約4万600枚約5、6トンの廃棄処分を大光に依頼。大光は約7000枚を堆肥に加工し、同11月に残る約3万3000枚をみのりフーズに転売したと説明している。転売されたうち約5400枚が愛知県内のスーパー2店舗で販売されたことが分かった。大光はすべて堆肥処分したと一番屋に報告していたが、県などの調査に対しみのりフーズに転売したことを認めているという。民の声へ続く。